どうも京翔です。今回は側転の徹底解説をするんですけど、トリッカーの側転です。なのでカートフルとかラップフルとか、まあ、いろんな技につなげるときに必要な側転なので、側転はねやることが少ないんで、本当にね一歩間違えると大間違いなんですよ。第一に勘違いしないでほしいのが、側転ってトリッキングだとね、横からこうやってこっちに向かってねじって側転するんで、前向いてこうやって体操みたいにこうやって側転入ると、トリッキングのね技とめっちゃ相性悪いんですよ。水属性と火属性みたいな状態になっちゃうんで、しっかり体をねじってねじった側転で横向いて終わらせるように、まあ横かちょっと後ろ、前向いちゃうとね側転めちゃくちゃカートフルとかダブルとかそういった時に絶対困るので、側転し終わった時にこうなっちゃうような側転はもうめちゃくちゃね、最初カートフルそれでできても多分2年越しぐらいでめっちゃ後悔するんで、横とかちょっと後ろ気味で覚えるようにしてください。で、足をなるべく閉じる癖つけましょう。足をね閉じとかないとカートフルとか飛びづらいのと、ガニ股になって低くなるんでフルツイストとか、なので側転はしっかり足を閉じる。で、押すときに片手ずつポンポンって押してもパワーそんなもらえないんで、両手しっかりドンって同時に押します。なんで側転やっとくというのが、側転ジャンプしとくといいです。側転を手で跳ねるみたいな、こんな感じです。まあ、この側転ジャンプができると、側転ひねる、側転ツイストとかも一緒にできるんで、まあ、側転のパワーが上がると思います。ただこれで空中から叩きに行っちゃうとカートフルちょっとやりづらいんで、まあ、起こす量とか調節してあげてください。で、両足パンチで側転しちゃうと、なんかトリッキングだとねやりづらい技すごい出てきて、あとロンダートっぽくなっちゃってトリッキングっぽくなくなっちゃうんで、片足をトントンって降りて飛ぶようにしてください。で、それ慣れてきたら、まあ、側転が勝手に跳ねると思うんで、右左ポン、左で押し上げる。そうすると勝手に跳ねるっていうのが分かると思います。で、それができて初めて側転からカートフルとかカートアラビアン、まあ猫中ですね、ができるようになってくるんで、側転をね適当にやってフルツイスト頑張っても多分なかなかたどり着かないんで、側転これぐらいはできた方がいいです。で、それがそもそもそこまでいかないって人は、体が倒せてないか足が触れてないかの大体どっちかなんで、そこら辺は研究しながらやってください。カートフルするにしてもラップフルするにしても、しっかりその側転がうまくあった上で次の技のクオリティが決まるんで、すごい汚い側転でカートフルとかラップフル頑張ってますが立てません、どうしたらいいですか、いや側転やんそれみたいな話が多いんで、側転を頑張ってください。こんな側転より、まあ後者の側転の方がいいのが誰でも分かると思うんですけど、これを手に入れることによって宙返りとか高さが出たりとかうまくいくようになるんで、側転はねやっぱ簡単だからこそ丁寧にやるように研究して極めるようにしてください。まあこんな感じで技にもつながると思います。で、今回ね、側転でロンダー気味にしちゃダメとか、縦にね、完全にしないっていう話をしたのは、蹴り技やったりするんですよ、垂直で。なんで、カートフルラウンドとか、カートからバックサイドラインするとか、テンエティするって時に、パンチにしちゃったり、ロンダートにすると、まあ、多分できないんですね、軸入っちゃって。なんで、カートしっかり、まあ、片足ずつ降りると、こう、体操みたいに入るっていうのが必要とされます。なので、カートから蹴りとかもやってみてください。これが軸の使い分けってことですね。縦と横の軸の使い分けで、体操の人とか体操からトリッキング始めた人はやっぱ大体この縦と横の横の方で苦労するんですよ。その原因はやっぱカートがロンダートチックで体操の側転になっちゃってるからつなぎづらいのと、体操の縦の側転とそういうの横の蹴り合わせようとすると本当にね犬猿の仲なんで合わないんですよ。なんで側転をしっかりトリッキングになじませる。なんで軸で困ってる体操上がりの人とか、まあアクロバットを初めてトリッキングやる人はちょっとそういう側転から蹴りに寄せてあげるっていうのをやってみるといいと思います。はい、今回はねちょっと側転の深掘りだったんで、軸抜きとか軸入れとかの話プラス、あとはもうどう使うか、トリッキングっぽく側転するにはどうするかって話したんで、もしよろしければね高評価チャンネル登録コメントとかお願いします。まあ、自分レッスンとかで普段教えているので、まあ、ちょっと細かいこととかはね
ここで指導はできないんですけど、まあ自分のところのレッスンじゃなくても多分まあトリッキング有名な施設とかあったら、まあ、教えてもらえる場合があるので、ちょっといろいろ調べたりして自分でもやってみてください。ではありがとうございました。